登壇者の、ご紹介させていただきます。まずファシリテーターに、社会福祉法人中央共同募金会企画広報部長の阿部陽一郎さんです。どうぞよろしくお願いします。ここの分科会は自立とコミュニティという非常に幅広いといいますかね、深いというか、まあ、そういった分科会になります。要はただ議論するだけではなくて、みんなが一つずつやってきたことを教えて、少しずつそれをこう皆さんが活動している分野、あるいは活動している地域の皆さんと共有していこう。釜石市の特徴でございます。地域コミュニティを形成するための特徴と思っていただいていいんですが、市内に 8カ所の生活応援センターを設置しております。パスクラム暮らし相談室釜石という事務所を市内に構えまして、ご高相談支援の拠点にしておりますが、ちょっと名前が長いのでですね、パスクラというふうに 略して呼んでいただいております。でここで今日お話することは、ここで一体何をしているのかということと、その相談支援から見えてくるその課題の指摘、それからじゃあそれを踏まえてどんなことを今これから考えているのかというあたりをお話ししていきたいなというふうに思いますけれども、もう実際もう市民の方にサービスを提供するのは NPO であったり、NPO であったり、そうした議題であったり活動しているんですけれども、いろんなこう企業さんですとか、あと外の NPO の資源ですとか、あと行政の情報ですとか、そういったNPO の皆さんが活用していただけるようなものを、情報発信であったり、コーディネートであったり、マッチングをするというものが、一応中間支援の NPO でございまして、立った視点からその仮説と既存の住民との間の壁というものが今までも継続して問題になっておりますし、寄り添って手を伸ばしていくということが必要なのかなというふうに思います。ですから致し方なく制度として